はい、こんにちは、リトスノーです。今回なんですけども、特定用途制限地域について解説いたします。特定用途制限地域っていうのは、もう簡単に言うと、特定の建物を建てられないようにする地域、これが特定用途制限地域です。特定の用途っていうのはこれ建物ですね。建物を制限するっていうのは建てられないようにするということなので、特定の建物を建てられないようにする地域、これが特定用途制限地域です。もう例えばなんですけれども、住宅の近くに牛とか豚とかを飼うような建物、これを作ってしまうと悪臭がこうすごいですよね。そうすると住民たち、すごく住みづらくなっちゃうんですよ。なので、そういった住宅の近くにはそのような畜舎、豚とか牛とかを飼うような建物を建てないようにしてくださいっていうふうに指定したりするのが特定用途制限地域になってきます。で、これっていうのは用途地域内ではこれ定めることができないんですね。ダメなんです。で、これなぜかというと、そもそも用途地域が定められているということは、用途制限がこれかかってくるんですよ。これどういうことかというと、用途地域が指定されました。例えばここは第一種低層住居専用地域ですで、こう指定されれば、これって法律で建てることができない建物って決められているわけですよ。これはこれから勉強していく用途制限というところで学ぶと思います。例えば第一種低層住居専用地域、ここにじゃあ風俗店を作ろうって言ったとしても、これ作れないんですね。このように用途地域が定められていれば、それによって一定の制限がかかってくる。つまりもう用途が制限されちゃうんです、自動的に。用途地域が定められると自動的に用途制限がかかってくる。建てることができない建物っていうのがもう自動的に決まってくるんですね。なので、用途地域には特定用途制限地域、これ定めることできないんですよ。用途地域が定められているここでは定めることができませんよということです。まずこれイメージしやすいですよね。で、続いて市街化調整区域見ていきましょうか。このちょっと図なんですけども、これが都市計画区域内です。都市計画区域内には市街化区域と市街化調整区域があって、こう区域区分されてますね。で、区域区分がされていない非線引き都市計画区域っていうのもあります。これ全部含めて都市計画区域で、それ以外の場所が都市計画区域外になります。で、今この用途地域が定められているところ、これ特定用途制限地域定めることできませんよってお伝えしました。これは市街化区域っていうのは必ず用途地域を定めるので、もうここっていうのは全て用途地域が定められているんですね。市街化区域っていうのがあって、ここの上には全て用途地域がもう定められているんですね。市街化区域があって、その上に用途地域を定めます。つまり今二重に重ねているっていうイメージですね。市街化区域の上に用途地域を重ねた、で、その上に特定用途制限地域を重ねるってことはできないっていう話です。で、続いて市街化調整区域を見ます。ここっていうのは、この特定用途制限地域定めることができるかっていうのを考えた場合、そもそも市街化調整区域って建物原則建てることできないんですね。つまりこう用途を制限する意味ってあまりないっていう話なんです。もうそもそも何か建物を建てようといった場合、知事の許可とか市長の許可が必要になってくるんですね。なので、この市街化調整区域に特定用途制限地域を定める意味ってないわけだから、ここもダメですよと、定めることできませんよってなっています。つまりこの用途地域が定められている区域および市街化調整区域、ここでは定めることができませんよ。それ以外のこういった都市計画区域外とか非線引き区域とか、こういったところで定めることができますよという話です。厳密に言うと、準都市計画区域っていうのが都市計画区域外の中にあるんですね。ここの一部に準都市計画区域っていうのがあります。で、準都市計画区域には用途地域が定めることができるので、場合によっては用途地域が定められている場合があります。
そういった場合、そこも特定用途制限地域を定めることができません。まあ、ただ、基本的には、非線引き区域だったりとか、都市計画区域外とか、まあ、こういったところで定めることができるんだってイメージしていただければいいと思います。で、今言ったように、この用途地域内と市街化調整区域内、これ、特定用途制限地域定めることできませんよって言いましたよね。ここは定めることができません。で、これ条文ではどのように書いてあるかっていうと、これがすごく重要で、この文章がそのまま問題に出てきた時に、これを言っているってことがわからないといけないんですよ。なんでちょっと読みますね。用途地域が定められていない土地の区域、かっこ市街化調整区域を除く、内で定める地域っていう話なんですよ。つまり、用途地域が定められていない土地の区域ってまずどこかっていうと、用途地域が定められていない土地の区域だから、ここ、ここ、ここですよね。3つです、今3つ。で、3つのうち、かっこ市街化調整区域を除く。これ除きます。つまり、この3つのうちここを除くわけだから、こことここですよね。これが条文の内容なんですよ。だから、問題文でこれが出てきたら、あ、これっていうのは非線引き区域だったりとか、都市計画区域外のことを言ってるんだな、みたいな感じで置き換えて考えていただく必要があるということなんですね。もちろん、用途地域とか市街化調整区域では、特定用途制限地域定めることできないんだけれども、それだけじゃなくて一歩進んで、これの意味まで分かれば、問題文でこれが出てきたとしても解けますよねっていう話です。で、こういった区域で、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建物の用途の概要を定める地域って書いてあります。まあ、制限すべきっていうのは、建てられないようにするべき特定の建物、これの用途を定めるよっていう話なんですよ。例えばなんですけども、市街化区域、この辺りに住宅街がバーってあったと仮定しましょう。住宅街があって、この非線引き区域、これっていうのは基本的に制限がないんですよ。定められていない。なので、もういろんな建物を建てられちゃう可能性があるんですよ。で、こんなところにですね、牛とか豚の畜舎、牛とか豚を飼うような建物バーって近くに建てられたりすると、これ風に乗って市街化区域内にあるこの左端の住宅街、すごく悪臭で住みづらくなっちゃうわけですよ。となってきたらこれかわいそうですよね。もう良好な環境じゃないわけです。だから、ここの良好な環境を作ったりとか守るために、ここに特定用途制限地域、この非線引き区域のこの辺りですね。この辺りに特定用途制限地域を定めて、例えば牛とか豚を飼うような建物、こういったものは作らないでくださいねっていうふうに定めることができますよ。っていう話です。まあ、イメージしていただければわかりやすいかなと思うんですけれども、もうこの文章のこの部分ですね、用途地域が定められていない土地の区域、かっこ市街化調整区域を除く。これの意味をちゃんと理解するっていうところが今回すごく重要です。ここまだ理解できないなっていう方は何とか動画見ていただいて、ちゃんと理解できるようにしておきましょう。まあ、結論から言ったら、用途地域に定めることできないよ。市街化調整区域も定めることができないよっていう話なんですけれども、この文章も一応理解しておいた方がいいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。